はい、車を買って調べてみたチャンネルのヒデさんです。今回こちらトヨタライズ 1.2 リッターガソリンエンジンのライズ、こちらに乗って実際に100キロ時速で走って約45キロほどの区間、そちらの実燃費測っていきます。メーターについては、ここに表示されているメーターを使って、お伝えします。で、約5キロ刻みでその燃費っていうのを口頭でお伝えしますので、それを参考にしていってもらえたらなと思います。で、アダプティブクルーズコントロールを設定して、よし、100キロに設定しました。で、約45キロ辰野西の、サービスエリアまで走ってまいります。で、先ほどまで100キロ走行時の、運転の、イメージお伝えした動画も収録しております。で、60キロ80キロの区間も伝えております。ただただね、このエンジンがすごい、ほんまにそれは乗ると分かると思います。で、なんだかんだ言ってさっきミキの、サービスエリア来て60キロぐらい乗ってきたんかな。それなりに乗ってたんですけど、シートは基本柔らかい感じなんですけども、意外と腰に負担が、かかってないです。両脇のね、ランバーが意外と深い位置までサポートしてるっていうのも、体の、疲労感が出ない要因かなとも思います。平日はこの辺りかなりトラックが多いところです。さあ、今今5キロ過ぎたところです。平均燃費出ております。 28.4となっております。これは結構期待できるかもしれん。さあ、次10キロのところでお伝えいたします。おお、見えてた、トラックさん。結構今ね、アダプティブクルーズコントロール入れて白線の読み取り確認しているんですけども、結構この辺り思うのは、結構左右に白線読み取って振られる感じになってますね。なかなかセンターをトレースするのは難しいようですね。まあ、もちろんアダプティブクルーズコントロールは過信すべきではないので、ハンドルは持って、操作するようにしましょう。さあ、今9キロ地点となります。もう少しで10キロになるところでございます。少しね、坂道が続く場所になってきましたということで、平均燃費の方もちょっとずつ下がってはきてるかなという感じです。さあ、今10キロになりましたね。ただいま 23.8 キロとなっております。さあ、続いて15キロ地点でまたお伝えします。さあ、今14キロ地点です。かなりね、高低差がある場所を走行したこともあり、燃費の方の伸びがいまいちかなというところでございます。まあ、100キロ地点での常用回転数がだいたい2000回転あたりで、推移する感じになってますね。さあ、今15キロ地点になっております。平均燃費 24.4 となりました。さあ、ここから最終どこまで安定して、走行できるかっていうのが鍵になってくる場所です。このまんまトラックに乱されず走れればいい感じにいけるかなと思います。さあ、もうすぐ20キロ地点となるところでございます。平均燃費の伸びが、ここから意外と出てこないのかなという印象です。でも、もうすぐで一つ大台になるかなというところも見えてまいりました。さあ、今20キロなりました。 24.9 となっております。あ、今ちょうど25になりました。こ
この状況が続けば一つ燃費としては、良くなっていくんじゃないでしょうか。できる限り時速100キロを維持しながら走ってまいります。では次25キロ地点でお伝えします。さあ、あと1キロで25キロとなります。平均燃費の方が結構今上下に坂道が出たせいで速度の方が不安定になり、燃費の方がちょっと、削られた状態になってきておりますね。ちょっと他の車に比べると平均燃費が上下しやすいな。さあ今25キロ地点になりました。 24.5 キロとなっております。平均燃費の方がちょっと若干前後されやすい。さあ続いて30キロ地点でまたお伝えしますのでよろしくお願いします。ハンドルの方があれやな、こう多少、ハンドルの抵抗がないと警告が出るような形になってますね。さあ今29キロ、あと 100m で30キロ地点となります。だいぶね不安定な状況が続いてますね、燃費に関しては。ただね、エンジンのレスポンスはすごくいいので、そこがある意味燃費に影響が出やすいんじゃないかなって今見てて思いました。さあ今30キロ地点になりました。 24.7 キロとなります。なかなか25キロ以上の壁っていうのが分厚いような感じになってきましたね。さあトンネルが続いていきます。このまんま次35キロ地点どうか。さああと1キロもない状態で、35キロ地点となります。だいぶね燃費の方が伸びてきだしたっていうところでございます。他のね車と違ってここら辺の伸び方っていうのはちょっと得意な感じかなというふうに感じております。さあ今35キロ地点出ました。 25.8 となっております。1キロ近く伸びてまいりました。さあ残り10キロちょっと、次はゴール地点までお伝えするのを控えておきます。最後までご覧ください。段差のきついところに入ってくるとちょっと入力でかいな。まあでも長距離乗ってて分かってきたことは、一発目の入力は意外と大きい。確かにね、100キロで走った時の楽しさっていうのはすごくこの車あるんですが、同乗者を乗せて運転した場合、少しやっぱ揺れ感、突き上げ感っていうのに対して運転席よりはやっぱりこう、感覚的にはちょっと不快に感じることはあるかもしれないですね。まあそれはね、人が例えば4人乗って押し付けるぐらいの重さがあれば、その辺の感触も変わるんじゃないかなとは思うんですけども、少し跳ねやすい部分とか入力が大きかったりとかはちょこちょこ感じれます。さあ今ね40キロ間もなくなるところでございます。立つのまで残り2キロ、あと立つの西までやったらあと5キロやったかな。満タンでねお借りしたんですけども、メモリがね今多分100キロほど乗ったはずなんですけど、ガソリンのメーターが一メモリもまだ減ってないです。タンクの量ってどれぐらいやったんやろ。ここに画面に表示しておきます。さあもう少しで立つの西のサービスエリア到着でございます。標識が出てまいりました。今前方の車の車速に合わせて走っております。これね、ガソリン車でもしこの記録出たらすごいな、マジで。軽音並みやな、ほんまに。さあ残り 500m です。さあ見えてきました。
いやちょっとマジでここまで伸びる思わんかったな。さあ止まるところでお伝えします。ちょっとビビってますよ、このガソリンエンジンの凄さに。さあ到着でございます。これ P にしたらね、もうサイドブレーキ引いてくれてます。さあ出ましたよ、出ましたよ、ピット 26.2 キロとなりました。走行距離が 48.7 です。いやーこれはかなりガソリン車の中では上位に入ってくるんじゃないでしょうか。今まで のランキング、同じ場所を走った場合のランキング表示しております。よかったらご参考に見てみてください。もし他の車の方の、走行の様子も気になる方は、当チャンネルを、見ていただければいろいろ見れると思います。はい、こんな感じになっております。次回の動画は、この新型のライズ、使って、今回は、アダプティブクルーズコントロールを使って走りましたが、これを手動、まあ足普通の、人間が操作しただけでこのアダプティブクルーズコントロールの燃費に勝てるかどうかという、企画の動画となります。またよかったら次回の動画も見てみてください。もしこの動画が気に入りましたらチャンネル登録もよろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。車を買って調べてみたチャンネルのヒデさんでした。